吉原亜美のモテの法則、今日も見ていただいてありがとうございます。吉原亜美です。はい、今日はコミュニケーションのところで謝り方がわからなくって、人との間に溝、距離を作ってしまうことがあるんですっていう人の、改善策というか、ちょっとそのあたりをお伝えしていこうかなと思います。で、私は普段こうコミュニケーションの講座っていうのをさせていただいてるんですが、私はね、スキルの話は基本的にしないんです。で、どっちかっていうとコミュニケーションのあり方とか、その人の人間力とかの話につながっていくことの方が多い。スキルは別になくてもええねんそんな面白い話とかもせんでええし、オチがないとダメとかね、なんやろ、ベストタイミングで質問するとかね、別にそんなことはどうでもよくって、そんなことよりあり方、その人の人としてのあり方っていうのが全部コミュニケーションに出てきますよっていうお話をよくしていってるので、その中で今日はその謝り方っていうところについてお伝えしていこうかなと思います。まず、人と人がいてトラブルになったり、相手さんからなんかこうクレームが来たり、ちょっとこれどうなってんのとか、なんかちょっとここおかしいんちゃうとか、なんでこんなんしたんとかいう話が舞い込んできた時に、謝り方が下手な人って一番最初に出る言葉が、でもね、だってね、ちょっと待って、違うねんとかっていう、なんか自分を守る言葉みたいなのが真っ先に出る方が多いんです。でもこれはね、やめた方がいい謝り方が上手な人って、こういう、でもね、待って、違うの、だってさ、いやそうじゃなくって、いやだからとか、そういう言葉を基本的に使いません。で、下手な人に限って、謝り方がわからない人に限って、そして私の周りにもいますけど、気づけばブロックされてるとかね、なんかよく人を怒らすとか、なんかそういう話をしてる人たちと喋ってるとね、これってどういうことって質問しただけやのに、ちゃうねん、いやだからねっていうところから始まったりとか、なんかそういうマイナスの言葉を文章の前につけはるっていう人ほど、人とトラブルを起こしやすいっていう傾向にあります。で、このね、謝り方がわからなくって、人との間に距離が空いたり溝ができるっていう方の特徴はね、要はまず否定の言葉から入って、そして自分を守るために言い訳が始まり、ひどい人になるとそこから言うてきた人を責めるとか、人のせいにするっていう、そういうパターンに入りがちなんです。なんか例えば会社員さんでね、これコピーしといてねって頼まれたやつを自分が忘れてるか、後でしようかと思ってたとしますやん。ほんなら、その頼んだ人が、ねえねえ誰々ちゃんコピーできてるって聞いてきた時に、違うんです、まだやってなくて、すごい忙しかったんですよ、誰々さんに他の仕事も依頼されてちょっと後回しになっちゃって、みたいな。ほな、そのコピー頼んだ人が、何時までに必要って言ってたやんみたいに言うと、もう責められてると思っちゃって守りに入るから、いやそんなん言うはるにやったら自分でやらはったらよかったのに、みたいな感じのことを言っちゃったりとかね。なんか彼氏彼女でもそうなんだけど、待ち合わせしてて遅刻をするってなった時に、相手さんに言い訳をしながら遅刻する人、バスが混んでて、電車が混んでて、家出るのが遅なってとかね、なんかそういう遅刻の理由をわざわざくっつけて、なんかちょっと遅れるとかね、何分ぐらいに着くとか、なんか謝罪の言葉もなく、なんせその発しはる言葉が全部マイナス要因みたいな喋り方をしてる人が、よく距離が空いていくっていう風に感じています。で、謝り方が上手な方、
まあ、上手に言ってあれやねんか語弊があんねんけど、上手な方のポイントってなんかコピーどうなってんのって聞かれた時に、あ、ごめんなさい、こうこうこうで、でまずごめんなさいっていう言葉が入るんです、先に。でそのでもねとか待って違うの、いやだからねとかだってねとかっていうようなマイナスの言葉じゃなくって、まずは謝罪から入る。ごめんなさい、申し訳ありません、こう実はこうこうこうでした、今からこういう風にしますっていう対策法を伝えるとこまで行くんです。ごめんなさいが入って、事情の説明が入って、だからこういう風にやりますっていう改善策とか対策とかっていうところまでがちゃんとお伝えができると、人との間に距離が空くっていうことはまあほとんどないんです。それを言い訳したり、自分を守りに入ったり、相手を責めたり、誰かのせいにしたりってやってる人ほど人との間に隙間ができていくっていう、そういう感じなんです。で、多分営業さんとかお店をしてる方とかは特になんか社内研修とかでさ、接客の仕方とかなんかそういうので教えてもらってたりとか、ビジネスマナーで知ってたりはすると思うんだけど、そのさっき言ってた先に謝る、申し訳ないとかごめんなさいっていう言葉を先言わなあかんっていうのが分かってる人は、挨拶のように先言うっていう癖もあります。なんか言われると、あ、申し訳ないですっていうところから入るんやけど、言うてんねんけど全然気持ちこもってないっていう、そんなそんな人もいてはんの。だからね、やっぱり私最初にお伝えしたんだけど、コミュニケーションって人のあり方なので、相手さんに不快な気持ちを与えている、そして理由は分からへんけどなんか怒らせてるっていうことに対して、その事柄に対して謝るというより、不快な思いをさしちゃったのかもしれない、怒らしちゃってるのかもしれないっていうことに対してのまずは謝罪、嫌な気持ちにさしてごめんねとか、怒らすようなことをさしてごめんねっていう、その謝罪からスタートして、実は私はこうこうこういうふうに思ってたんだとか、こんなふうな出来事があって仕事が遅れてるんだ、だから今からこうこうこういう風にするねっていう改善策までがお伝えできるようになると、本当に簡単に人との関係性って修復できたりとか、うまくいくようになったりもしていくので、ぜひこの謝り方っていうのをマスターしてみてください。